裏世界ラボ。もうここには戻ってくるな。来たら通報するから。はあ。俺は鈴木拓馬、30歳。今日は俺の母親の葬式だった。ああ、心臓発作なんて人ってわかんないもんだな。それにしてもこれからあの兄夫婦と同居か。嫌だな。俺の兄は去年から実家で同居していた。というのも、私たちは子作り貯金したいんです。無駄にお金を使えないんです、と兄嫁が母に頼み込んできたからだ。てか子作り貯金ってなんだよ、生々しいっての。兄はといえば年上の兄嫁の言いなりというか、昔から自分が大好きな人で他人にあまり興味がないタイプなので兄嫁のことは放置していた。とにかく当面なんとかやってかなきゃな。そう思っていた矢先、たくまくん、来週中にこの家出てってくれる？といきなり言われた。はあ？だって家にニートがいると嫌なのよね。ご近所の目もあるし。はあ？俺はニートじゃねえよ。在宅ワーカー。家に金だって入れてたんだぞ。あのね、毎月5000円じゃお金入れてるなんて言えないのよ。違う、5000円のわけあるか。嘘つくな。母さんからそう聞いてんだぞ。母さんがそう言ったのには理由がある。母さんの生前、兄貴たちが同居を始めた頃、たくまん、あんた生活費月に5000円しか払ってないことになってるから話し合わせてね。は？なんでだよ。あの子たち2人で2万円しか家に入れてないのよ。それであんたがもっと出してるなんて言ったら気を悪くするでしょ。2万円、そんなの食費にもならないだろ。何甘やかしてるんだよ。そうなんだけど、でもほら、あの子たちも生活が大変だし。生活がって言うけど、兄貴は会社員で姉さんはパート社員だろ。普通に働いてるんだからちゃんと生活費出させろよ。だって出産費用を貯めたいって言うから、とにかくお願いね。というわけで俺は家に5000円しか入れてないことになっていた。そもそもさ、お前大学出てからずっと家だろ。在宅ワークだなんて言ってるけど、そんなんバイトみたいなもんじゃないか。本当よね。お母さんは子供に甘すぎなのよ。普通は就職して家を出るものなのに、今まで猶予があっただけ感謝しないと。とにかくすぐ出てけよ。分かったな。だから俺はちゃんと働いてるって。それに母さんの遺産相続も終わってないんだぞ。そういうのは俺がちゃんとやっとくから。ちゃんとってなんだよ。あのね、財産って長男が継ぐものなの。そんなことも知らないの？お前らこそ相続の意味ウィキで調べてこい。あーくそ、全然俺の言うこと聞かねえし、一回第三者に入ってもらわなきゃダメかな。とはいえ我が家には頼りになるような親戚はいないし、弁護士にも知り合いはいない。どうしたものかなと思っていたある日、コンビニ飯も飽きてきたな。でも台所使うとあいつら光熱費がどうのってうっせえしな。ん？あれ？開かない。なんだ？鍵壊れた？ああ、そこ鍵変えたから入れないわよ。は？え、どういう？はい、これ。うわ、なんだよこのボストンバッグ。その中にたくまくんの私物入ってるから、もう家に入ってこないでね。はあ？だって出てってって言っても全然出てってくれないし。ほら、よくあるじゃない、テレビでもニートを強制的に家から追い出すみたいな。だからニートじゃねえつってんだろ。ここ開けろよ。ちょっと、ドア壊したりしたら警察呼ぶわよ。不法侵入で訴えるから。何が不法侵入だよ、俺んちだっての。うるせえぞ、何やってんだよ。兄貴、おい、鍵変えるってどういうことだよ。は、何お前、本当にやったの？だっていいって言ったじゃない。まあいいけどさ、とにかくそういうことだからお前もう出てけ。アホか、こんなんで出ていけるかよ。だいたい俺のものまだいろいろあるだろうが。んな大したもんねえだろ。ねえわけあるか、せめてパソコン返せ、仕事で使ってんだぞ。仕事って、は、偉そうに。あのパソコンだって母さんに買ってもらったんだろ。ってことは俺のもんだろが。頭おかしいんじゃねえの。とにかく俺は母さんほど甘くないからな。もうここには来るなよ、来たら通報するからな。
その後はどれだけ騒いでもドアを開けてもらえず、窓を割って入ってやろうかと思ったが、いや、そんなことをしても何の解決にもならない。また追い出されて終わりだ。根本的な解決をしなければと怒りを抑えて家を後にした。つーか、このバッグの中身なんだよ。何入ってんだよ。あ、着替えだけ？しかもパンツ2枚、ジャージ1セット。ふざけんな。俺のもんがこれだけなわけあるか。この時ばかりは家に金属バット持って押し入ってやろうかと思った。しなかったけど、次に心配したのが貯金だった。俺はネットバンクに金を貯めていたのだが、それに気づかれていないか不安だった。でも幸い持っていたカードで貯金は問題なく引き出せた。パソコンを漁られていたらやばかったが、パソコンのパスワード教えろと連絡が頻繁に来ていたので、パソコンを起動できていないのだと分かった。兄貴たちがいるからと思ってセキュリティ厳重にしといてよかった。そこから家具家電付きのマンスリーマンションを借りて、パソコンも入手し、どうにか生活ができるようになった。仕事先にも連絡を取り、必要なデータとかは再送してもらって、どうにかギリギリ仕事には穴を開けずに済んだ。生活が落ち着けば湧き上がるのは兄たちへの怒りで、どうにかして仕返ししてやる。俺は復讐を誓ったが、その前に奴らが自爆した。何よこの口座残高。あんたお母さんのお金どこに隠したの？他の通帳どこやったんだよ。とっとと出せこの泥棒。は？俺はある日突然家の近所の喫茶店に呼び出され罵られた。兄嫁は母から相当額の援助をしてもらっていたので、母が裕福だと思い込んでいたようだった。しかし母が使っていた銀行口座にはわずかなパート代の入った十数万しかなく、他の資産なんて存在しない。なぜなら母さんの金なんかあるわけねえじゃん。だって生活費出してたの俺だし。はあ？ふざけんな。親父の遺産だってあっただろ。兄貴にそっくりで働くのが大嫌いだった親父にそんな金あると思う？調べてもらってもいいけど、母さんは金なんか全然なかった。あったのは月数万のパート代だけだよ。じゃあ今までの生活費は？だから言ってんじゃん、俺が出してたっての。毎月18万くらい援助してたんだよ。18万？なんでお前にそんな金あるんだよ。だから在宅ってだけで俺は普通に仕事してたの。俺の納税証明書とか見せてやってもいいけど、俺手取りで月収23万だよ。この年なら普通かマシな方じゃない？は？そんな話聞いてないわよ。お前騙してたな。ほんと日本語通じねえな。あの家は母さんが年金から光熱費だけ出してて、他は全部俺が支払ってたんだよ。だから間接的に兄貴たちを食わしてたのは俺なの。理解？じゃあいいわ。ちゃんと働いてたなら家に戻らせてあげる。その代わり今まで通り家にお金入れなさいよ。はあ？なんで戻らなきゃなんねんだよ。別に戻らなくたっていいわよ。今まで通り家にお金入れてくれたら。今まで通り家に金入れたら俺は一体どうやって生活すんの？仕事増やしたらいいでしょ。毎月お金出してたのに急に辞めるって責任感なさすぎよ。すげえ、人間ってここまでずうずうしくなれるんだ。つうかさ、兄貴も姉さんも働いてるんだよね。なんでそんなに人の金当てにすんの？それは辞めたのよ。は？仕事辞めたの。だってパートなんてかったるくてやってらんないし、お母さんの遺産があればって思って。は？兄貴も？俺はその上司と会わなくて葬式でバタバタしてたし、これを機にって思って。バカじゃねえの？どうやって食ってく気だったんだよ。あ、遺産。うるせえよ。遺産がなくったってあの家が売れれば当面なんとかなるだろ。立地もいいしまだ綺麗だし。え、あの家賃貸だけど。は？なんで持ち家だと思ってたんだよ。家賃払ってただろうが。あ、そっか、家賃払ったことないから知らないのか。嘘だろ、賃貸って。月末家賃の支払い日だからちゃんと払えよ。毎月10万。10万？一戸建てで立地がいいんだからそのくらいするだろ。そんなの払えない。ちょっとどうするのよ。どうやって生活するの？うるせえよ。大体お前が絶対遺産あるって言うから。あると思うでしょ。ない方がおかしいわよ。たくま家に戻ってきてくれ。じゃあまずは謝ってよ、俺を追い出したこと。うん、ほら早く。俺が悪かった。も
申し訳ありませんでした。これでいいんでしょ？反省してるように見えないけど、まあいっか。それからもう一つ、今すぐここに俺のパソコンとか私物持ってきて、そしたら考えるよ。パソコンね。あなた早く。これでいいんだな。これに大事なデータいっぱい入ってたからすげえ心配だったんだよ。下手にいじってねえよな。そんなことしてないわよ。変なことしない方が高く売れるじゃない。売る気だったのかよ。これで戻ってきてくれるんだよな。生活費入れてくれるんだよな。はあ？俺は考えるって言ったんだよ。誰が戻るって言った？嘘ついたの？嘘じゃない。考えました。無理でした。二度と会うことねえだろうけど。それじゃあな。待てよ、俺らがどうなってもいいっていうのか。あのさ、この間兄貴が俺に言ったセリフそのまま返すよ。俺は母さんほど甘くないから。じゃあな。ちょっと待てよ。というわけで、俺は今の家を知られていないのをいいことに兄貴とも縁を切り、一人暮らしを満喫している。家は通りかかったら空き家になっていて、兄夫婦は生きてるのかなと思うこともあるが、スマホに泣き落としと逆切れの留守電が定期的に入っているので、生きてはいるのだと思う。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。